中速電子解説における単結晶シリコンの菊池線電子解説において、菊池像とは解説スポットの他に見られる線やバンドのことで、菊池パターンや菊池図形とも呼ばれる。1928年、菊池精子がキララの電子線解析によって発見した。明るい線と暗い線の体を菊池線と呼び、幅の広いバンドは菊池バンドと呼ばれる。 菊池パターンは電子のウムクラップ過程を伴った非男性散乱によって作られる。菊池パターンの定量的な説明は動力学的解説理論を考慮した非男性散乱の繊維確率を計算すればよい。電子解説の解説スポットはブラックの法則を満たす男性散乱をした電子によって作られる。しかし散乱される電子の中には 非弾性散乱によって様々な方向に散乱されるものが存在する。非弾性散乱を受けた電子の一部は、ある結晶面でブラック反射して進行方向を変え、他の一部は結晶面を透過する。この非弾性散乱結晶面でブラック反射をした電子と非弾性散乱結晶面を透過をした電子との干渉によって作られる線が菊池線である。 菊地線が点ではなく線状になるのは、ある結晶面で、ブラック反射を満たす、非弾性散乱電子の方向が、コーン状にあるためで、これを、ワルターコスセルにちなんでコスセルコーンと呼ぶ。非弾性散乱の強度は、散乱角が例の場合に最も強く、散乱角が大きいほど、弱くなる。非弾性散乱後のブラック反射は、 結晶面の表面と裏面の2種類を考えることができる。その結果できる2つの線の明るさは、どちらが非弾性散乱強度が大きかったかつまり、どちらが散乱角の小さい非弾性散乱によるものかに依存する。非弾性散乱の散乱角が小さいほど、その後のブラック反射によって、入射電子線の方向とは大きく異なる方向へ、進行方向が変えられる。 よって明るいのは、入射電子線の方向に近い線である。入射電子線の方向がある結晶面に平行に近づいていくと、一段階目の非弾性三段の強度差が小さくなるため、二つの菊地線の明暗の差が小さくなる。その結果二つの線で挟まれる部分が明るい帯となり、これを菊地バンドと呼ぶ。ありがとうございます。